セントリックさん、ルームツアーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。鏡がでかいこう入り口入ってすぐね、左側がちょっとクローゼットっぽく、オープンクローゼットですね。最近このオープンクローゼットのタイプ多いね。で、やっぱね、作りがここめちゃめちゃおしゃれですね。ここはなんか、なんかあれだったよ。これね、ここにお茶とか入ってて、伊藤園伊藤園です。あ、でもすごい TWG が、 TWG のお茶やっぱ美味しいよね。あって、ポットがあって、でこの下がね、面白いね。このこう開ける冷蔵庫、そしてなんと水がみんなすごいよ。6本もあるの。6本もある。で、まあ最近ね、定番のアルコール除菌シートがあって、これネスプレッソですね。ネスプレッソもまあまあどこのホテルでももうあるよね。でね、面白いんだよ。ここがね、鏡台みたいな感じになってるんだけど、これがね、あ、閉められるけど閉めんなよって書いてある。で、ここに、あの、水道洗面所、そう、だから、ほんと部屋の真ん中にそういう動線があって、で、ティッシュとか、あとなんかこういうドライヤーとかタオルとかも、全部オープンで置けるようになってます。で、ここが、じゃん、トイレ。で、あ、ここね、トイレと、お風呂が別です。お風呂がまたこう明るくてめっちゃ良くない？これ。ねえ。めちゃめちゃいいな。アメニティも、ちょっと違ってみるか。アメニティも、高いやつですよ、みんな。いい感じ。いいやつや。お、お風呂めっちゃいいな。で、あ、コネクティングルームなのかな？コネクティングルームみたいになってますね。ということで、今日は、あ、そして、定番の、はい。はい、銀座にあります。ハイアントセントリックさん。銀座にあります。バスローブ。あれがないよね。あ、ここだ。ここがセキュリティボックスです。パジャマがね、パジャマどこだ？パジャマがないぞ、みんなパジャマを探すんだ。ベッドがね、すごい、でっかいベッドがあって、で、このね、ソファーもめっちゃいいよね。ただね、景観はね、ビル。景観はビルですね、ここのホテル。すげえ、ここもコネクティングルームになってんじゃない？すごいね。3家族とかで泊まっても楽しそうだね。え、だからさ、私パジャマが、パジャマパジャマ、このホテルはパジャマがないのか。ちょっとパジャマまた見つけたら、また見つけたらみんなにお知らせするね。ということで、今日もここに一泊していきたいと思います。じゃあまたー。